V.S. ソロビオフ・ラジーミル・セルゲイ・エビチ・ソロビオフは19世紀、ロシアの哲学者、文明批評家、詩人。父は歴史家、セルゲイ・ソロビオフ。モスクワに生まれ、伝統的なロシア正教会で育てられ、1869年から1873年まで、モスクワ大学の物理数学部で学ぶ。1874年に、西欧哲学の危機ゼイゼイで、 マギスターの学位を取り、1880年に、抽象的哲学原理批判で、ドクターの学位を取る。一時サンクトペテルブルク大学で哲学を教えるが、1881年に、ナロード日記の死刑に反対する講演をしたために、大学を追放され、分筆活動に入る。1880年代は、西欧とロシアのキリスト教の統一を目指し、普遍教会を唱える。 1890年代以降は、理想的な教会の実現は、不可能であることを悟ってからは神秘的な傾向が強まり、アンチキリストの到来と世界の終末を予感しつつ、世を去る。その思想はベルジャーエフに影響を与え、その文学理論は、ビャチェスラフ・イバーノフ、ブローク、ベールイなどのロシア象徴主義の詩人たちに信奉された。ソロビオフの根本傾向は、普遍主義であり、 部分が全体から分離せず、抽象も自己主張も何ら存在しない統一体、心的宇宙を直感した。微、知、善は三位一体であり、この最高の中心から切り離された諸原理はどれも皆部分的真理を含み、最高の心的原理に再統合されることによって、すべてを包括する統一は完成できる。彼の境界統合論は、この普遍主義に由来している。 理性の権利を承認する点では、プラトン、カント、ヘーゲル、ショーペン・ハウエルと一致し、同時に、キリスト教神知学者であるヤコブ・ベーメや、フランツ・バーダー、晩年のシェリングとも親近性がある。かつて、イエス・キリストのうちに神聖と人間性の完全な結合が厳然したように、人類や人間社会が集合体として、新人カシュールとソロビーオフは考えた。 キリスト教会の歴史は、新人社会の到来が現れる、可能性を示している、と。同時代の思想家、コンスタンティン・レオンチェフは、自由な進歩に固執するソロビオフに失望し、賛美者から強力な反対者へと転じている。しかし晩年のソロビオフは、人間の進歩に厳密を感じ、神の国は、歴史の終わりにのみ実現するという目視録的な解決に傾いている。 美は三位一体的なイデアの一側面である。芸術の役割とは美という手段による神の啓示を捉えることにある。芸術の源泉は芸術家の主観にあるのではなく永遠のイデアの中にある。芸術家にできるのは神から一時的に与えられるかもしれない霊感をよりよく受容できるような環境や整理条件を用意することだけである。ソロビオフは チルヌイシェフスキーが芸術家の創造の産物よりも現実生活に見られる美に高い価値を認めたことに賛成する。しかし、ピーサレフが極限したような靴はシェイクスピアより重要であるという合理的な芸術観というより生活市上主義に反対する。芸術家の主観を認めないという立場から、批評家にも作者の心理的動機よりも客観的環境や 思想の方面に注目する、よう勧告する。文学においては、女上詩に高い地位を与え、純粋な人間精神の表現に適していると考えた。女上詩には、自然の永遠の美や愛の無限の力が直接に掲示され、ヘーゲルの予想と反して、詩の最高の境地には、作者の個人感情や主観は存在の余地はない。ソロビオフが、ロシアの いわゆる下下段派の詩人をシンボリストではないと強調したのは彼らの自我がイデアを曇らせているという理由からである。A バリツキ、ロシア社会思想とスラブ主義未来者、1979年、P76。A バリツキ、ロシア社会思想とスラブ主義未来者、1979年、P69。N ベルジャー F、ロシア思想史、岩波書店。 1974年 P250V ソロビオフ自然における B はなみ文庫2016年 P19 から22ありがとうございます。